両チームの先発投手をお知らせいたします。福岡ソフトバンクホークスは和田7勝目の登板4勝を1敗、広島東洋カープは8勝目の登板4勝を0敗でございます。まもなく返されます。広島東洋カープ対福岡ソフトバンクホークスのスターティングメンバーをご紹介いたします。先攻のホークスは1番ファースト中村晃、ファースト中村晃、背番号7、2番レフト増田、レフト増田、背番号33、3番センター近藤、4番ライト柳田、ライト柳田、背番号9、5番セカンド牧原大成、セカンド牧原、背番号8、6番サード栗原、サード栗原、背番号24、7番キャッチャー甲斐、キャッチャー甲斐、背番号19、8番ショート川瀬、ショート川瀬、背番号00、ラストバッターはピッチャー和田、ピッチャー和田、背番号21、
本日この試合でベンチに入っております両チームの各選手をご紹介いたします。福岡ソフトバンクホークスピッチャーは11番スモーティン、20番カイノ、21番和田、26番大津、35番モイネロ、39番尾形修斗、50番バンドウ、56番タイラ、57番カヤマ、67番松本美樹、以上10名でキャッチャーは17番ミネラ、19番タイラ、45番カリマ、以上3名で外野手は0名のパーセ、8番のアフリカテイスト、13番23番シュート、33番早稲田、50番リチャード、55番野村大臣、以上7名。前野氏は3番本当、7番中村さん、9番柳田、24番栗原、30番佐藤真奈、37番柳田、以上6名で計24名です。バッテ広島東洋カープピッチャーは12番大道、13番森永、20番栗林、21番中崎、28番ココナ、41番矢崎、43番島内、以上10名、外野手は5番西川、9番
1番から9番、応援が入りますんで、大きな声でよろしくお願いいたします。